さあ変身だ、カードスキャン。君のチームを決めよう。レジェンドカードスキャン、おもちゃスキャン。おもちゃをベルトに近づく、スキャン成功。ジャンプ、パワーアップ成功。さらにパワーアップ。このプログライズキーを持っていくぞ。スロットバトルで勝つと特別な攻撃をするぞ。このプログライズキーならどうだ。どのベルトにする？ゼロワンドライバー、ベルト装着完了。パワーアップ効果発動。これが君のチームだ。相手チームの登場だ。今回使うライズコネクターを選ぼう。このライダーシンボルを使うぞ。ラウンド1、任せてくれ。スロットバトル、赤いアイコンを狙おう。スラッシュ、スラッシュ、スラッシュ、トリプルアタック。はあ、ああ、君の勝ちだ。君の攻撃だ。トリプルアタック。はあ、アタックライズ。ライジングハッパー。はっ、 I jump to the sky turns to a rider. はあ、技のチャンスだ。ゲージアップ。やるね、押し切ったぜ。バーストチャンス。カードを裏返そう。カードを動かして必殺技だ。さあ一気に決めるよ。いい調子だぞ。戦わなくちゃダメなんだよ。ラウンド2。いいね、君が勝っているぞ。効果発動だ。気合は十分だ。気がする。スロットバトル、スラッシュ、スラッシュ、激烈ダブルアタック。君の勝ちだ。君の攻撃だ。いい調子だぞ。いいダブルアタック。いや、必殺技のチャンスだ。ゲージアップ。やるね、押し切ったぜ。君のバースト発動。なんかうまくいきそうな気がする。激烈アイコンが増えたぞ。なんかいける気がする。王様は分け隔てなく民を守るのが使命でしょ。レディー変身。